わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は環境に優しいエネルギーを使った技術研究について紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学情報学部情報学科、西島公宏先生の研究室じゃ。一体どんなことを研究しておるんじゃ？私はエネルギーエレクトロニクスという技術の研究をしています。この技術は血液を効率よく送る心臓のような役割をしています。電気エネルギーを音に変えるオーディオ、熱に変える IH クッキングヒーターにもこの技術が使われています。宇宙衛星は近年化学燃料ではなく電気エネルギーで推進する方式に変わりつつありますが、この推進装置にもエネルギーエレクトロニクス技術が活躍しているんですよ。ふむふむ、具体的にはどのようなものを研究しているんじゃ？これはパソコンの充電器です。従来の充電器はこれくらいの大きさがありましたが、考案した特許技術によって世界最小のサイズを実現しています。プロジェクションマッピングも最近人気ですが、パナソニックさんはプロジェクター型照明やカメラ、センサーなどで空間を演出するシステムを商品展開されています。現在パナソニックさんとは照明機器や IoT 機器を効率よく動かすための次世代の配電システムを共同研究しています。ところで電気自動車に太陽電池を搭載したら何キロぐらい走れると思いますか？晴れた日に1日充電すると最大40キロぐらい走れるんですよ。車に蓄えたエネルギーを家庭やキャンプ、災害が起こった時の電源として使うこともできるようになります。日産自動車さんとは移動する車で発電したエネルギーを最大限に回収する共同研究を進めています。その他にもワイヤレス充電によって無人でドローンを充電できるようにする研究もやっています。人の手で充電しなくてよいので山の中にある農地やメガソーラーを町のオフィスにいながら操作できるようにしたいと思っています。また太陽電池を搭載した電動キックボードや長寿命で環境に優しい蓄電部品を使った配送ロボットの研究もしています。大分県産学官交流グループの枠組みの中では、トヨタ自動車九州と T プランと一緒に太陽電池を搭載したガレージから電動キックボードをワイヤレス充電するシステムの開発もしています。このガレージには今後大量に回収され始めるハイブリッドカーの中古バッテリーを再利用して用いているので、充電システムの低コスト化や環境負荷の低減に貢献します。西島先生の研究は今後どのように生かされていくのじゃ？これらの技術は自動運転車の可能性を大きく広げます。自動運転車が病院、コンビニ、ホテル、レストランなど様々なサービスを提供する未来に向けて、車の中に搭載する様々な機器を動かす電源プラットフォームを実現したいと思っています。ほほー、そんな未来の研究をするために学生さんたちに必要なものは何じゃ？新しい発想をしていかないと、これからの先っていうのはですね、今までの枠の中で同じような形でやってるっていうのだと、もう先が見えてこないっていうことで、新しい意識を持って、だから違う分野のことも勉強して、今年の今度入ってくる4年生はみんな元気がいいんですよ、だからそういう多分ディスカッションやった時は多分楽しいこうわーという感じでですね、やっていけるかなと思ってますね、はい。崇城大学情報学部情報学科の活躍がますます楽しみじゃ。西島研究室ではこれからも私たちの暮らしを豊かにするものづくりを行っていきます。崇城大学で待ってます。